飯時々旅の佐藤です。札幌も暑い日が続いております。今回はクーラーの効いた車で移動できる1時間ほどのドライブ、長沼町へお邪魔しました。名物の赤字丼や長沼温泉などもゆったり使ってこれて、とても楽しいひとときでした。この動画を見て長沼へドライブに行きたくなりましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。北海道の美味しいものを食べ歩いています。良ければチャンネル登録をお願いいたします。今回もとある休日です。朝起きて天気がとても良かったので、せっかくなので日帰りでドライブに向かっていきたいと思います。夏のドライブはお昼過ぎには混み合うので、早めの出発。北海道らしい景色を眺めながら、向かう先は夕張方面の長沼です。最近は年のせいか体の疲れが取れにくいので、まずはゆっくり温泉に浸かりたいと思います。やってきたのがこちら、長沼温泉。札幌からのんびりやってきて約1時間ほどで到着いたしました。入浴料は700円、入浴と食事のお得なセットなどもあります。町民の方は650円となっているのがいいですね。こちらの温泉、弱アルカリ性で塩分濃度が高めなので、上がった後もポカポカで、とても気持ちの良い温泉でした。今まで温泉は夕方から夜に入ることが多かったのですが、明るい午前中に入るのもまたいいですね。お昼ご飯の時間までもう少し時間があります。その前に開店と同時に行きたいお店があるので、向かっていきたいと思います。場所は少し分かりにくいところにあるので、ナビに従って進みますが、合っているか心配になります。砂利道を進み、自然あふれる道を進むとこちらです。無事に到着しました、ポトリベーカリーさん。開店まで少し時間があるので待ちたいと思います。雰囲気がとても素敵でした。このポトリベーカリーさんは毎週土曜日のみの営業で、売り切れ次第終了。この立地にもかかわらず人気のお店になっています。あっという間に売り切れてしまうことがあるので、早い時間に来るのをおすすめいたします。そうこうしていると開店時間になったので、ワクワクしながら入店していきたいと思います。店内に入るなり、香るパンのいい香り、そしてこのたくさんの種類にワクワクが止まりません。こちらのパン屋さん、ハード系のパンもたくさんあって、どれも食べたいので迷います。ハーフサイズにカットもしてくれるので、注文がしやすくなっています。まるで絵本の世界のような空間と気さくで優しい店主さん、とても素敵なお店でした。購入したものはこちらです。帰宅後早速実食していきました。今回私が購入したのはこちらです。同行者はハード系のパンなども購入していました。カットして食べていきます。まず最初は私が好きなクロワッサンから。食べてびっくりです。油分が少し抑えめになっていて、ザクザクとした食感、今まで食べていたクロワッサンとは味も食感も違います。続いてこちら、白樺リュスティック、白樺の樹液を使用した不定形パンで、もちもちしてとても美味しいです。こちらはクリームチーズとルバーブベリー、自家製の黒蜜を練り込んでいるということでした。これはもう一つ購入すればよかったとほどのお気に入り。どのパンもですが手が込んでいてとても綺麗です。こちらは香辛料のキャラウェイを使用したチョコレートパン、珍しい組み合わせですが、これもまた美味しいです。甘さが控えめで大人のチョコパンといった感じです。中はもちもち、この食感がとても素晴らしいです。こちらはエイシ、エジプトで伝統的なパンで、命を支えるパンという意味があるそうです。中東のスパイスを使用し、カレー風味のような香辛料たっぷりで、夏にぴったりの美味しいパンでした。素材が生かされた体に優しく美味しいパンでした。また近くに寄った際には行きたいと思います。ごちそうさまでした。札幌から少し離れただけでこの景色、この時期の北海道はやっぱりいいですね。お腹も空いてきたので、続いてお昼ご飯へ向かっていきます。やってきたのは赤字丼で有名な岩木さんです。週末の開店早々だったのですが、ほぼ満席状態の人気店になっています。早速入店します。
こちらは普段使われてないコーナーということでした。早速メニューをチェック。岩木さんといえば赤字丼が有名ですが、他にも黒白黄色の4種類があります。丼以外に定食の種類も豊富です。赤字丼は量が多いので、周囲の女性客の方はこちらから頼んでいる方も多いようでした。混雑していたので待つのを覚悟していましたが、あっという間でした。着丼です。丼3種類到着いたしました。まずはこちらのインパクト大のビジュアルは名物赤字丼。大きなエビが5本、伝わりにくいのですがかなりの大きさです。この赤字丼という名前は常連さんがこれ赤字じゃないのといった一言から始まったそうです。見た目のインパクトが強いですが、食べてびっくり。熱々サクサクで濃いめのタレが合い、とっても美味しいです。これだけエビが大きいので衣が厚いかと思ったのですが、薄めのサクサクの衣で中のエビはホクホクのプリプリ、下のご飯もたっぷりのボリューム、お米の硬さも味もとても美味しいです。続いては限定15食の黒字丼です。ズワイガニの天ぷらがたっぷり乗っている贅沢な丼です。赤字丼があるのであれば黒字があってもいいのではないかと付けられた名前なので、こちらも原価ギリギリの丼ということでした。すべての丼にはお味噌汁、漬物、春雨サラダが付いていました。油物によく合うラインナップです。カニも身がたっぷりで甘みがあって美味しいです。そしてとにかく揚げ方が上手で油っぽくないので手が進みます。こんなにたくさん食べられないという方はエビ3本セットなどもあったので、そちらもおすすめです。続いては豚の照り焼きの白地丼。せっかくなので今回は3種類注文しました。同行者もおりました。岩木さんといえば天丼というイメージでしたが、白地丼と黄色丼はお肉メニューになっています。大きな豚肉が2枚、野菜やさつまいもチップも乗っていて色鮮やかな丼です。柔らかい豚肉とご飯によく合う照り焼きソース、こちらものすごく美味しかったです。岩木さんは揚げ物のイメージが勝手にありましたが、他の料理もとっても美味しいので次に来るときは迷いそうです。そしてまだ食べてない黄色丼もぜひ今度食べてみたいと思います。ちなみに白地丼のサイドメニューは冷ややっこでした。器の色もメニューに合わせてあり、細部までこだわりを感じます。販売もしているこちら赤地漬けもいただきました。ピリッと辛みがあってご飯のお供に最高です。味もボリュームもインパクトも大満足。また来たいお店が一つ増えました。ごちそうさまでした。食後すぐにやってきたのは岩木さんから車ですぐ近くの菓子商森下松風庵さんにお邪魔しました。有名なかりんとう饅頭です。早速ありました。長沼名物かりんとう饅頭、地元の方が贈答用の箱入りを大量買いしていたのが印象的でした。ショーケースの中には美味しそうなケーキも販売されています。可愛らしいケーキも多かったです。ケロッピーですかね。お土産も購入しましたが、せっかくなので食後のデザートを店内で食べていきたいと思います。ケーキの種類もたくさんありましたが、なんだかんだ美味しそうな惹かれたこちら、いちごのオムレットです。中にはバナナがゴロッと入っていて、甘さ控えめのクリームとよく合っていて優しい美味しいケーキになっています。こちらは帰宅後に食べたかりんとう饅頭。初めて食べた時には衝撃を受けたほど美味しいお饅頭です。沖縄産の黒糖と北海道産の小豆を使用、周りがサクサクを超えてザクザクの食感です。あんこがあまり得意ではない相方が美味しいとリピート買いするほど、店内で食べた時の方がザクザク感が強いので早めの実食が良いでしょう。長沼といえばジンギスカンも有名ですが、それはまた今度、天気が良いので来た道とは別ルートで札幌に向かいたいと思います。こちらは野菜の駅ふれあいファーム篠津さん、農産物の直売所になっています。購入したのはハートのパイが乗ったパイソフト、サクサクのパイが下にも入っています。町村農場の濃厚なソフトクリームに優しい甘さの蜂蜜がたっぷりかかっていて、ソフトというよりも豪華なパフェ、パイの生地もよく一つ一つが美味しかったです。ごちそうさまでした。
美味しいソフトクリームでクールダウンし車を走らせます。次に向かうのは今年移転をした大好きな当別のお店、 SPF 認定農家の浅野農場さんの直営店、スマイルポークさんです。店内では豚肉はもちろんベーコンや肉まんなど加工肉のほか、お弁当などの惣菜類も販売されていました。レジ横に美味しそうなものを発見したのでこちらも購入していきます。以前スマイルポークさんの豚串を食べて以来大ファンになったのですが、先ほどのお店にはなかったのでもう一軒寄っていきたいと思います。それがこちら北欧の風道の駅当別さん。駐車場も広いのでライダーさんも多くいました。こちらにも浅野農場さんのお店が入っているので、中に入るなりスマイルキッチンに一直線するも、まさかの原材料不足のため販売しておらず、どうやらお祭りシーズンで豚串が品薄のようです。道の駅当別は美味しいお店が揃っているので少し小腹が減ったのでいろいろ購入です。スマイルキッチンさんで購入した豚プルトン、豚さんのシールがとても可愛いです。早い時間だとお弁当の種類もたくさんあるようですが、昼過ぎだと種類は少し少なくなっていました。豚肉がとっても柔らかく甘めの味付けで、豚ジンギスカンという感じでとても美味しいです。ご飯もたっぷり入っていましたが、タレとの相性もよくペロリと完食です。先ほどスマイルポークさんでも購入したものも食べていきたいと思います。まずはこちら、以前の当別動画でも紹介しましたが、ジューシーなフランク、ずっしりしていてボリュームがあります。フランクというよりも豚肉を食べているという肉感を感じる贅沢なフランク、お味はもちろん抜群です。こちらは熟成物を使用した串カツ、ソースもついてきましたが、まずはつけずに一口。豚肉は柔らかく脂身が甘くとても美味しいです。ジューシーですがもたれない不思議な豚肉。こちらも熟成肉を使用したメンチカツ、周りはサクサクで中はとってもジューシーで美味しかったです。こちらもソースがついてきますが、そのままの方が豚肉の美味しさを感じられるので私はつけませんでした。スウェーデンヒルズにレストランを構えるレストランアリさんのチーズとハム焼きパニーニ、焼きたてで提供されるので長く持てないほど熱々です。とても大きく2切れで1人前なのでボリュームたっぷり。ハーブの香りがするパンと塩気の効いたハムと2種類のチーズが全て合わさっていてとても美味しいです。相方が来るたびに購入するほど好きなメニューです。お腹いっぱい完食し道の駅を後にします。お腹いっぱい大満足の日帰りドライブになりました。今日の動画はここまでとなっています。今度はまた別方面へも行きたいと思います。札幌から日帰りで気軽に行ける場所でも行ったことがないところや未食の名物がたくさんあります。おすすめの場所があればぜひコメント欄でお願いいたします。この動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。したっけね。